はい、どうもエルザレッドです。それではキノピオ隊長やっていきたいと思います。ちょっとマリオメーカーって言いそうになったね。いやー、ということで今回は追いかけて火吹山ということで次のステージに来ましたね。じゃあやっていきましょう。ダブルチェリー宮殿ということで、やっていきますか。お、なんかまたちょっとギミックが違う感じだね。お、チェリーが、これは何だ。あ、はあ、二人になるんだ。なるほど。へえ。はいはい。はいはいはい。お。なるほど、あれは絶対倒すべきな感じがある。おい、やったね。おお、モグラだった。なるほどね。あ、君はそこにいてもらって、こうだね。よしよし。そう、壁が出てきて、さらに、ほう、あ、そっかそっか、自分でどうにかしなきゃいけない。意外とうまくいくもんだね。はいはい。で、そっちまで行って、あ、ダメか、一緒のタイミングで落ちたいなと思ったけど落ちたね。さあさあ、あー、なるほど。これは、あ、やっぱ踏んで OK なんだ。あー、で、開けて、で、さらに、あ、だよね。やっぱそうだよね。あるよね。見落とし。いや、すごいな、これ。確実に一つ見落としてる気がするが。あー、なるほど。え、僕、あ、いたいた。よし、拾えばいいんだ。あー、投げなくてもいいんだね、無理して。じゃあ、はい、押したら、お、下いけるね。さあ、さらに踏んで、開くと。二人で並んでね。さあさあ、こっち行ってこっち行って、仲良くね。2、まあでも全部集まったね、ちゃんとね。さあ、ゴールとしますか。ブラボー。結構キノピオいろいろ言葉使うよね。あ、あと4枚か。ここでちょっとお知らせです。ほう。カメラをズームしたり、ズームアウトしたりすることもできますと。操作説。うん、やってたね。さあ、兵法の街角、やっていきますか。さっきみたいにこう、ギミックが増えていくんだね。これだね。さあ、やつの後ろを取るんだ。あ、やっちまった。
これどうせ全員倒せとかなりそうだな。お、受けていこう。わあ、はい。なんだ。でさ、意外とこう当てるのが難しいっていうね。いやー、一体取りこぼしたか。まあ仕方ない。あ、どうしよっかな。踏める、よし。そしてドンと。もう見つけたら速攻で倒さないとね。いや、絶対これ全員倒すとかだと思うんだよね。ほい、そうそうそう、あっち行きなさい、あっち。さ、はい、特にこれは使えるわけではない。こういうジャンプができないやつってやっぱ結構、え、ちょっと待って待って待って、あ、あったあったあった、これか。よこせ。さあ、これで二つ目。ほい。あ、そっか、こういう、そういう隠れもあるわけか。さあ。これは多分キノコだね。普通。さあ、これで一番奥まで、上かまで行って、二つ目も無事取れましたね。ブラボー。あ、やっぱ兵法に見つからなかったか。やっぱそんな気はした。あ、じゃあ、くるくる大図書館。なんかそろそろテレサが出てきそうな感じだね。全速前進って多分言ってるだろう。お、はあ、押して、あ、これスティック変えよう。今プロコンぐるぐる回してんだけど、意外とね、ジョイコンの方がいい。お、50。え、いや、さすがにこれでゴールじゃないでしょう。はあ、まあゴールしようと思えば最短ではいけるわけね。まず1個目。じゃあ次は。
お、逆さまだ。え、あ、こういうギミックも出てくるのか。え、ほい、何もくれないの。うーん、そうか。あ、くれたくれた。さあ、これで2つ目か。あれ、そしたら最初の1個がまだ手に入ってない感じか。意外とね、この反転しててね、ちょっと動かし方が違うのよね。じゃあ戻って1個目探しますか。どこあるんだろう。あったね。どこあるんだろうっつってすぐあった。いや、あとはゴールと。あ、コインあった。なんかここはコイン全部とかそんな感じっぽい。あ、ゴールドキノコでいいんだ。よかったね、そしたら。お、なんか届いたね。コインパラダイス。ほう。じゃあちょっとこれやってみましょうか。お、すげえ懐かしい曲が。系、チェリー系。こっち行ってみようかな。あー、いいね。叩き方が重要なわけね。267ってことで日記アップぐらいか。いいね。1回限りなんだ。なるほどね。で、ボーナスクリアするとこのキノピオ探しができるんだね。なるほど。じゃあ投げまくりトロッコトンネルやっていきましょう。トロッコか。こうどんどんギミックが変わってきたね。踊りたいです。あれ、出だしか。結構きついね、そう考えるとね。で、はい、やっぱそういうことか。いやー、1個目もったいねえな。割ったってたのにな、なんとなくで。よし、仕方ない。1個目は取れなかったの仕方ない。危ない危ない、やっぱあったか。まあでも一つのステージがほんと短いからいいね。おお、ある字まで行けるわけだね。なるほど。じゃあくるくるキラーベースいきましょう。木のトロッコ系はまた出てきそうだね。さあ、この状態、なるほど。
合わせて、ホール、お、キラーだ。速攻でですよ。でもね、危ない。で、この隙にゲット。さあさあ、これでとりあえず道ができた状態だね。いいね、そんな気はして。さあ、ウィーンは無事ゲットして、ほー、どうだろうね、そういう感じでいいのかな。うん、まあまあ、これで取っておこう。さあ、3つともゲットして、あとはスターを探す感じだね。さあ、まずスター見たっけ、通れるようにして、あ、はあ、ここにやったわけか。なるほど。さあ、ゴール。ブラボー。このブラボーの言い方もすっごい巻き舌だよね。さあ、ひふき山の主ということで、ボス戦やっていきますか。おー。ババンゴかな？はい、はーいって感じだったね。なんかいつもと違ったね。あ、あるね。あ、画面の動きが早い。ってことは、それだけ早く見ろってことか。さあ。ああ、避けれるわけだね。避けるだけ避けて、さあさあ、一回避難だね。で、いや、いけません。いやー、いだよね、やっぱ今のはいけないよね。これは上が来ない。よしよし。いや、気のせいか、来たね。おお。あ、いや、でもダメージ食らうわけじゃないから、これは楽だね。余裕余裕。さっさ。コインゲットして、いや、一体あれは何入ってるんだろうね。毒ガスなのか。
ただの臭い池なのか。よし、かわいい。さあ、さらに上に行って。あ、あそこにスターあるね。そんな感じなんだ。はあはあ。でもなんかちょっとずつ難しくなってるね。あー、いけないしな、あれ。これまだ下のマグマが上がってくる感じではないからまだいけ。あー、ギリギリくる感じかなと思ったけど、ここだね。よしよし。さあ、意外とここはそのままいけるね。さあ、違う、あ、もう強制的に上がらされるか。おお。そういうこと？とりあえず逃げて逃げてき、ラッキーみたいな感じだね。いやボス戦はこんな感じか。綺麗に目も止まったね。さあ、ひふき山の主ということで、コインも45枚無事、隠し要素も取れましたね。さあ、次、大会長の巣はどこだということで、次はここの続きをやっていきたいと思います。大体うまくいけば一面かな。うん、そんな感じでやっていきたいと思います。それでは、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。では次回会いましょう。またね。